霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ポケモンスカーレット、アイオレット発売おめで、発売からもう随分と経って、検索の動画を上げてみたかったけど間に合いませんでした。まあここから上げればいいんだぜ。で、今は何をやってるんだ？対戦に行く前にテスト動画を上げようと思ってね。レイドバトルの様子を上げてるわ。今回のレイドバトルは NPC がいい。前作の NPC はひどかった。レベルの高いところじゃ拾えない。それでも前作よりマシになったんだぜ。この次は時にもう出てこないことを祈るんだぜ。レイドバトルではアイテムの消費がないの言われる。レイドで消費が高いというわけでもたくないんだぜ。学園最強対抗は普通の戦闘では消費するので、アタック時で耐えて生命。このポケモンが自力で回復したことのメッセージはめんどくさいよな。だからフィールドを張るところだよな。別人のレイドバトルはポケモンを強化して殴るのが基本だからね。フィールド本当に殴るとマリサが言ったようにフィールドを張るからね。ダメージがくるから面倒だわ。フィールドは張らせたらもう怖くないだぜ。このまま攻撃していくんだぜ。ここまで来ればあとは5回分だぜ。いけないだろう。体力がゼロになったわ。レゴバトルは絶好中なんだぜ。レゴこれで終わりだぜ。このわけだぜ。やっと倒せたみたいね。今回は引かないでいくわね。こういうラグは慎重にね。わかっているわ。今回はモモンスターロールで捕獲するわ。モモンスターロールの君がかっこいいんだぜ。の造形も奪われる。必ず絶対ってやるって選択変わってくるわ。ハブメイクゲットだぜ。弱点を突きやすいから簡単だったぜ。レイドバトルは報酬が魅力的なんだよね。一定に必要な道具や換金アイテムが手に入るからな。捕まえなくても手に入るのがいいよな。さて、今回はここまでにしようかしら。次回からは対戦動画を上げていこうぜ。ここまでのご視聴ありがとうございました。これからもこのチャンネルをよろしくお願いいたします。